写真集はでもそんなにセクシー寄りではなく、あのいろんなものが入ってるんですけど、多分セクシーなものが取り上げられがちなだけで、あのバランスよく書いてるんですけど顔だけじゃなくて、やっぱりこう顔も体も一枚皮なので、だから、うん、あのボディケアもきちんとするっていう風に心がけています。で、結果としてそれがなんかその写真に写った時とか、ここまで展示してるんだっていうふうに思っていただけるのかなと思います。全然そんなことないです。ただコンプレックスの塊なので、だからそれをこういかに解消するかっていうので、運動を頑張ったりとか、食事も、うん、自分に合う食事を心がけたりとかっていうふうに、ちょっとずつコンプレックスを潰しているところです。しかも自分との友達にだんだん慣れてくるっていう、こういう体なんだな自分はっていうふうに、なんか嫌なところを受け入れられるようになってきました。別にそうとも限りませんそこイコールではないよでも確かに好きな人がいたら美容頑張ろうとかでモチベーションにもなるかもしれないけど、なんかでも30過ぎてからは好きな人のために、誰かのためにっていうか自分のために、ね、そうなんかこうずっと綺麗でいたいし、うん、異性のためにだけではなく、なんかね、自分の心と体の健康のために美しくありたいって思うようになってきたよね、うん、本当健康で、あ、すみません、田中みな実ですけど本当に健康だって感じだと思って